林さんに質問です、はい、室さんとの息の合った掛け合いも見どころですが撮影で特に印象的だったことはたくさん室ロさんのエピソードあるんですけど、はい、どうしてもちょっと今日言いたいお話ししたい話がありましてちょうどこの撮影をしていた時期にあの、うん、僕子供が生まれたんですけどある室さんと一対一のシーンを撮っている日に。 えー、子供がいつ生まれるかわからない状況みたいなところで京都にいたんですよね、うん、それで、えー、とその日の夜撮影をしていて新幹線にまあ乗れたらまあ立ち会えるんじゃないかないう日がありまして、うん、まあでもまあちょっと厳しいかもなっていう時にムロ、うんうん、さんがですねとおそらくムロさんが、えー、監督であったりプロデューサーさんだったり全スタッフの方に検討していこうと多分言ってくださって僕は 映る絵を先に見通しっていうのは先に撮ることですね急に現場の指揮が見たことないぐらい上がってで室さんも、うん、1>, その1分1秒でも時間を短縮できるように、うん、あの京都の撮影所とかってこう役所の待機場所とかあったりするじゃないですか、はいはい、寒いからガンガンがあったりとかでもずっと室さん現場に立ってくださって。 でそれを見たスタッフの方たちみんなカット終わるたびにもう次次次って言って、えー、で終わっそのシーンが終わった瞬間に多分まだほかのカットは残ってたと思うんですけどもう監督ももう大丈夫と言ってくださって森さんもいけいけいけ,いけって言って走って間に合ってえ出産に立ち会うことができたという,うわあのすみませんちょっと本当にもう今日しか話せないなと思って。 忘れられない日になりましたね,いねはい。えー〜いい〜すっごい男前かっこいい方だなと思いました、うんえー、かっこいいですね、うん、まあ、でも当たり前のことを <laughs> 当たり前に発言し行動に移したまでなんですけど <laughs> <laughs> でもやっぱりねいいそれはでも本当に思ったらやっぱり一緒に一度のことだし、うん、その撮影も大事ですけどこれはもしかしていけるなっていうねギリギリのところもありましたよねなので こうすれば間に合うっていうことだったのでああぜひ立ち会ってもらいたいし僕にはまだ予定がないですがどういった感情だった,りだったのかなとかゆっくりこれから聞くしああやっぱりもうそろそろお子さんに会いに行かなきゃいけないなって今のエピソード思いましたねをああ私が。といとか 出ししたら困りますよねその時その検討していくで,ってでもここまでやっていただいてうん、うん、本当に僕がなんかやるわけにはいかないと思って、うん、すごい緊張感もあってなんか、えー、いやとにかくその全、まあ、身そうだったんですけど、うん、もう室さんなんてもう,もう間違いはわけもなくて。 そんなことないそれはないそれはないけどいや士気が上がったら確かにすごいいい空気だったねなんかね緊張感となんか幸せな空気感いい時間だったねあの時間ありがとうございます林さんどうですかいやもうさっきの話の続きなんですけど子供のへその緒を切ったんですねええだからムロさんのお心遣いがなかったら僕は子供のへその緒を切れなかったと。 だから僕の子供のへそのは室さんが切ったと言っても過言ではないカゴだな。カゴだよ。絶対。思っています。これ切ってないし、それそれを過言と言います。心には言いました。そうです。ありありがとうございます。そんな感謝しています。はい。えあれってはさハサミで切るんですか。あそうでしたね。はい。すいません出産の話ばっかりいやいやいや。嬉しいです聞けて。 聞いたことないね聞けないお話ですしありがとうございます本田さんはへその緒は切られてないんですか僕は切ってないんですけど僕のへその緒も室ロさんが切ったと言っても過言ではないですあなたの生まれたとこももしかしたら出会ってないですそっか出会ってないかああ違ったな監督せっかくだからちょっとみんな聞いたことないですよ映画監督の「用いスタート」ってよかったら監督の「はい」 はいではいきますよーいアクション見返り中心蔵絶賛